どうもトムヤンです。スーパーファミコンウォーズカウントダウンのカウントダウンが始まりました。経過日数94日、いやー99日まで残すところカウントダウン、やっていきましょう。物体数49まで減りましたね、我が軍ね。ヤノス将軍は60をほぼキープしております。さあモグリーたちの戦い、護衛艦に港がねまた取られると製造されてしまうので、さあ行きましょうか。このモグリーよく頑張りましたね、勇者モグリー。一回後ろに下がろうか、勇者モグリーは。戦艦をまずやっつけた方がいいかな。あ、でもこの輸送船倒せるね。輸送船倒しても海に展開するか、そうしよう。輸送船倒して海に展開、最後の一発です。勇者潜り突撃、どっちからやろうか。まあどっちでもいいか。突撃、パーフェクトゲーム。さすがレベルの高い勇者潜り。そしてこっちかな、これどうしようかな。港の方攻撃しようかね。あえて港、防御力高いと思うけど、まあ倒しはできないよね。次の日に一気にねこの港を占領してやるぜ。それから戦艦を倒す。攻撃機が近づいてきている。戦闘配備、どうしよう。戦闘機がいます、対空戦車もいます、気をつけて。戦艦撃ち方用意、どこを撃つ、これ難しい選択だ。だね、まあ、護衛艦もモグリーに任せてもいいぐらいかな。戦闘機を攻撃機撃つか。撃てー、撃たないとやられますからね。まあこれほぼ無力化したからこれ無視でいいか。戦艦2隻しかいないからな、これ護衛艦をやるか。いやでもモグリー余ってるからねモグリーに活躍させようか。いや、やはりもう護衛艦やっちゃう。戦闘機4機だったら何もできねえ。よし、さあモグリー部隊突撃。どうしようかな、こいつ、こいつの経験を経験と燃料をどっかに、まあ、この辺にどっか。さあ攻撃、港の上に乗っておけ、モグリ。もう全軍燃料がやばいけど、全軍前、戦闘機どうしよう。対空戦車が怖いんだよね。でも多分ここまで来ないと思うんだよね。あ、もう燃料がないな、この攻撃嫌だね。あと戦艦に落とされるのか。1、2、3、4、5、6、あ、これ以上前に行くと落とされる。ここだったら大丈夫、戦え。もうどうせ片道切符だ。命をかけて倒せないのかいまあまあ残しておこうか、相手の最大部隊数ね。
戦車、抽選車のやつどこ行った？ここか。早く来てくれ。モグリ回復中。さらに、あ、この列車砲に撃たれるな。護衛艦が前、気をつけて、列車砲に撃たれるよ。1、2、3、4、5、6。戦艦早くやっつけたいよね。1、2、3、4、5、6ね。ここなら大丈夫か。対空ミサイルもあるし、結構肩身狭いな戦闘機。ここで行くか。倒しとくか。いや、あえて倒すのやめとこう。なんのこっちゃ。ややこしいけど。乗せている軽戦車、軽戦車が前かな。怖いよ。1、2、3、4、5、6ね。だからここならなんとか大丈夫。モグリ護衛でも列車砲は空から飛んでくるからね。さあ、そして、あ、戦艦ね、退却している戦艦、これ輸送船、戦闘工兵。攻撃な、攻撃ね。で、さらにこの攻撃機が、お、フリーだね。おお、対空ミサイルやっつけに行けるね。行っちゃうか。いや、ここはあえて、これ退却だね。燃料回復、これ新品の攻撃機。当分の間ドックに入る攻撃機。ここは攻撃押しでいくか。攻撃押しで、ここなんだけど、どうしようかな。寄せる役目ちょっと一人にしていきたいんだよね。迷いますね。あえて行かないっていうね。この辺にいとこうかな。あえてです。この戦闘機はどうしよう。これ合流しようか。合流。さあ、忘れ物ないかな。以上ですかね。終了。78万、あんまりお金減らないね。さあ、港を占領するぞ。モグリーで、あ、列車砲戻ってきたのは嫌だ。列車砲嫌だね。攻撃で破壊したいね。なんか攻撃された。あー、そいつか。無視無視無視、効かないわ、邪魔だぜ。攻撃微妙な位置調整。結構あの敵の戦艦倒さないとね、前に進めない。さあ、94日99日以内に司令部占領できるのか。いや、何が起こるか分かんないから怖いんだよね。もしかしたらもう引き分け敗北みたいなことになるかもしれないからね。この中型戦車、重戦車を南にはやりたくないんですよね、この海岸線の。だからおとりが必要なんだよね。めちゃくちゃいっぱい作ってる地上部隊。めちゃくちゃお金減った。状況舞台数、あ、52、少ないね。少
作れる工場が足りないのか。なるほど、ここ空いてるのにね、空港。戦闘ヘリ作ってきたな、やだな。さあ仕事盛りだくさん行きましょうか。まずはモグリーからか。モグリーだね。モグリーのエースが戦艦をやっつけたい。エースって誰だレベルの高いこいつだ。こいつでいくか。攻撃開始。やりました、パーフェクトゲーム、三つ星になりました。そしてこれを落とす。これいけるかな。いけるよね。港2つを占領する次のミッションね、モグリ。いけー。本当はね、戦艦が足りないよね。戦艦でどんどん。なぜこんな歩兵とか作ったんだろうね。でも逆に厄介だな俺。あ、弾のないもうモグリはあと沈むだけっていう。ここで待機だな。よし、船全部落としとこう。落とせー。誰一人生きて返すな。戦艦前に行こうかな。海軍は撃滅しました、うん、どうするこっから。うざいなこいつ。残り弾数燃料13。俺はこのターンちょっとこっち行こうか。戦艦、戦艦かっこいいねこれ。モグリ 4つに囲まれて守られましょうかねこの形でいこうか。でここ乗っといて、あーこれもうダメか。このモグリよく頑張った。合流しよう。モグリ合流。でこうしてパズルゲームみたいだ。モグリだらけで、この戦艦もここに行ってからのモグリーに守られーのですね。やばいぞこれ、戦闘機足りないな。港も占領しないとダメだなこれ。あ、港っていうか空港ね。うわー、こんなとこに戦闘ヘリいると対空ミサイルを倒せないっていうねこれ。対空ミサイルの防空圏外にから一気に攻撃だな俺。1,2,3,4,5 か。この辺ですね。この辺から他の攻撃もどんどん来い。何度でも攻撃戦ってやりますよ。全滅してもね。いけいけいけ。攻撃ゲー。もう95日だからね、攻撃作るしかない。このターンは作れないか。オーケー。モグリーをもうお金使わなくていいや。補充しなくていい。この戦闘機は無視でいいよね別に。何、あ、もう燃料ないわこいつ。こいつ無視。援軍に向かえ。さあこれ戦闘ヘリに輸送船がやられてしまうんだよね。こいつ無視していいでしょ。この攻撃やっつけとくか。いや戦闘ヘリだな攻撃するべきは。攻撃だ。いやー素晴らしい、素晴らしい活躍だ。でこのここに乗りたいんだけど本当は。乗れるか。
射程5、1、2、3、4、5、あ、乗れるな、よし、戦闘機この、あ、敵の空港の上に乗れ、これ以上生産させな。で、この攻撃機には攻撃されるけど、輸送船前に行くか、これ。おお、上陸作戦。これで、ここかな。大丈夫、ロケット砲も列車砲も大丈夫だよね。おーい、なんとか大丈夫のはずですよ。今続々するぜ。重戦車が乗り遅れてるっていうね、作戦に。これがちょっとね、痛いとこですよね。せっかく用意した一回砲撃受けてしまったんでね、一回のミスがこの長い戦いでも命取りになる。あ、相手の戦闘機が落ちたか、なんか撃ってくる、ロケット砲か。うわー、やられたー、戦艦の位置間違ったー、マジかー、これは大損害だ。これここまで戦艦持ってくるのどれだけ、列車砲に護衛艦が撃たれたのか。まあ護衛艦役目、あー、その護衛艦破壊したところの穴から、うえー、戦艦が両方ともやられてしまった。これは作戦上致命的な損害だ。なんてことだ。そうか、列車砲とロケット砲ここで射程範囲、あ、嘘、あ、びっくりした、それ大丈夫だ。まあちょっとしょうがないね、そこは。うわ、でも歩兵乗ってたのか、占領に支障が出るね。これもさまざまな難関はあるが、上陸するぞ。あー、また輸送ヘリ行った。いやー、ノーマークもうあそこ占領させてもいいか、しょうがないね。イースターとは捨てよう、イースターと捨てる。戦闘ヘリ、軽戦車、対空戦車、よし行くぞ。東に行くけどもう間に合わないからね、これ。どうせなら空港入っていくかな。でも対空戦車にやられたくないんだ。移動6、1、2、3、4、5、6、カバレッジ広いな。厄介、とりあえず行くか。さあ、モグリー号のけ。いや、この戦艦がやられてしまいましたね。計算外だった。あ、この攻撃何、チキン野郎ですねこいつ。いや、四方を囲んでも空から飛んできたよ、弾がね。ショックです。軽戦車上陸作戦だな、これ。こいつは破壊、敵の個体数は49。いや、もう破壊しちゃえ、もう破壊だ。
しかないよね、これ。まいったな。打ち返したらでもやられてしまうのか。くー、なんとも。攻撃突撃だ。列車砲攻撃。攻撃も足りないよね。5部隊ぐらいいればな、一気にいけるんだけど、ほんのちょっとでは無理だよね。ロケット砲に逆に撃たれてしまうよね。あ、対空ミサイルに。しかし撃たれても本望って感じかな。列車砲を破壊すれば帰りのチケットはない。片道切符。そして軽戦車上陸。あ、このやつ倒さないと、これ邪魔すぎる。戦闘ヘリ、どうしよう。この戦闘機は待機して、戦闘ヘリやらないと上陸できない。よーし、これは大きい。一機でも逃すとね、大変なことになるところでした。いや、モグリーゴ余ってるな。よし、対空戦車。そしてこの歩兵やられちゃうよね。部隊が足りないな。戦闘機、こいつ倒しとくか。まあ小島上陸した歩兵はやられちゃうか。本命は次のこの歩兵ですね。9になっちゃったんだよね。しかしね、なんだかもう攻撃どうしよう。ここは合流か。戦艦の合流。戦闘工兵か、厄介ですね。火力が弱い弱いよ。合流で歩兵を次に上陸させるために、ここでいいかな。 1,2,3,4,5,6,7 ここだ。さあどうだ。戦闘機はもう待機だよね。戦闘ヘリも厄介だし、いろいろ厄介です。護衛なしの輸送船、怖い。攻撃まだいるよね。攻撃機どうしようかな。ストレートに司令部に向かおうか。攻撃、まあ、攻撃しとくか。以上ですか。資金ギリギリの戦い。96日。どうなる。ロケット砲が軽戦車でやられる。対空ミサイルで全部落とされるよね、これ。見事に対空ミサイル2発。あっという間の出来事。列車砲をダメージを与えただけの仕事で、ロケットが届くのか。ひえー。
出た、重戦車動き始めましたよ。北の戦闘砲兵に反応、まあ、これは作戦通りだ。うわ、戦闘ヘリが歩兵に襲いかかる。生き残った。後方に戦闘ヘリと爆撃機もいるのか。地上に登りたいな。水陸両用だったらいいのに。モグリーしか戦力がない。イエーイ。やられた。対空戦車にやられた。素晴らしい構図だ。お、反応して。核部隊動いてるね。北と南に分かれる。疲れたとしてもだよね。一旦に攻撃1機しか作れないからな、こっちは。あ、輸送船が攻撃された。マジか、出てきたか攻撃機。あの臆病野郎が。輸送船、輸送業務を果たしたからね。軽戦車を下ろしたぞ。ああ、上陸される。もうあそこ取られてもしょうがないな。無視だな。99日までは無視です。さあ残り97日、今回はここで区切りたいと思います。次回もお楽しみに。さよなら。